はい、本日ラストのまたまた3本目です。あざみです。これはあざみアップしてくださいっていう生徒の要望がありましたので、そろそろ時期は終わりなんですが、はい、アップさせていただきましたよ。はい、ご視聴ありがとうございます。あざみすごくトゲトゲした葉っぱがありますけれども、まあ可憐ですよね。で、私はこういった扇子に、描いて楽しんだりもしますけれども、はい、まあおはがきで今日はご説明しますが、書くときには少し B5 サイズの大きめのでご説明しながら書かせていただきます。はい、ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。あざみのお色なんですけれども、紫とかがなかったら、まあ、ピンク系でもいいと思います。まあ、紫とかピンク系とか少しこう微妙な紫系なんですよね。はい、そうしましたら、まあ、軽くこう丸く分かりやすく少し大きめにしてます。で、こうやって丸っこくちょっと入れたら、はい、もうほとんど紫なんですけれども、はい、縦に筆を使ってお花のギチャギチャした感じを出します。はい、まあざみ結構うちの生徒には人気があって、なんかここの雰囲気が出しづらいっておっしゃる方が多いんですが、もし生徒さんご覧になってたら頑張ってくださいよ。はい、なんとなくこういう感じでいきましたら、続いてグリーンですね。グリーンの少し落ち着いた感じのグリーンで、こう少し紫が張っちゃいましたけれども、ちょっとねこういう感じで、であとグリーンの少し濃いめの、もうほぼクレっぽいお色でいいんですけれども、こういう風にシャッシャッとこう思い切っていっちゃいましょう。シャッシャッとこう思い切っていっちゃいましょう。で、こういうところにちょっとトゲトゲした感じの、私ちょっと描くのが早いので皆さん追いついてこられてますかしら。はい、とりあえず葉っぱ行くまでの感じです。はい、そしたら、はい、葉っぱは、少しグレーっぽいお色を取りまして、葉っぱとか先にこう入れたいなって思うところに、まあ、これは慣れるともう入れながらしていくんで、葉っぱしていくんですが、もしあまり慣れてないっていう方いらっしゃいましたら、大体の位置をこうやって決めると、まあ、やや少なめにしてれば後で増やすことは楽ですよね。そしたらこのちょっと逆さにさせていただきますが、こちらの根元の方からこういう風に葉っぱの根元のところから、あまり入れすぎると別のダラダラとした葉っぱになりますので、まあ、こういうふうに結構紙を動かして独特の葉っぱ感っていうんですかね、触ると痛そうな、それをこの茎の根元のところから入れていってます。であんまり描きすぎても鬱陶しいと思いますので、まあ、こういう感じで収めて、で残った絵の具でちょっとこうですね、はい、こういう感じで、でまたこれもスルしないはもう全く自由なんですけれども、もし
るんなら、お花のあたりにちょこっとこう、はい、置きます。まあ、スパッタリングっていうんですが、私ネーミングしました。シャカシャカっと。まあ、あちこちでシャカシャカと言われてますが、これ、あの持ちやすいようにクリアファイルを何か蓋とかで輪郭取って丸を縫う、ハサミで切って、持ちやすいこうやって持ったり上げたりしやすいように、100円ショップなんかで売っているこういうフックですね。そういうのをちょっとつけると持ち上げ楽です。まあ、うちの生徒はもう皆さんこれでなさってますが、もし初めての方いらっしゃいましたら真似してください。はい、そしたら、まあ、ブルー、紫系、そのお花と同じような色が雰囲気合うかもしれません。ちょっとこう紫系、少しピンクがかりましたけれども、で、こういうの取って綺麗なところですると、粒子の綺麗なのができます。この上ですると、少し水っぽくなって粒子が楽で、ちょっと取って綺麗なところでシャカシャカを、まああので少なくなったら全体にっていうね。はい、これでちょっとこうふわーっとなったと思います。はい、まあアザミ、春から夏のものなんですけれども、こうやってはがきに書くもよし。はい、そして、センスですね、センスに登場させるもよし。はい、今日も3本ご覧いただいた方、お疲れ様でした。また数日後にお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。